市の道路とかいろんなインフラとか使ってるやろうと。だから住んでんのと同じように。法人やったら法人市民税っていうのはわかるけど、それなんていう税金の名前なの？大阪市の、あ、大阪市です。大阪市の、市民税ですね。市民違うやん。市民違うんですけども、大阪市で事業を営んでると。ちゃんと、法律の第何条何項の規定の通りみたいなことで説明。それ個人だけのやつですよね、あんだろう。そうです。はい。それ魚屋やってる人とか、うどん屋やってる人とかにも言ってんのかな？私に来るっていうことは、その、判明した分は起こってるはずですね。納税してる人ら。ええ、税申告してる。納税してても、わかる場合とわからん場合あるじゃないですか。自宅と事業してるとこ違うかどうかっていうのは大阪市わからないじゃないですか、普通。調べない。税務署が分かってる。税務署分かってますけど、そんなん全部リンクしてない。情報をバーンと 100% 来るって言われる。どうやって調べてんの？分からないです。だから税務署。いや、平方市に住んでて、自宅は、はい。大阪市内で居酒屋やってる人っておるよな、いっぱい。はいはいはい。だから来るってことやな。来るってことになりますね。はい、いきなり、はい。今までなかったんですよね。今まで私の知る限り。市民税やったら市民税でしょ、はい、住んでるところの枚方市で、はいはい。それ何税っていうの？同じ市民税です。おかしいやろ、どう考えたって。まあ、金額でいけばね、5300円なんで、あれなんですけども。万博で金足らねえな。なんじゃこれと思いましたもん、私。税理士で来ないと怒られますけど。ああ、すごいな、せやけど。お、吉口さん、終わるてるけどな。俺、前、万博の話したやろ。はいはい。10兆超えてるって言ったぞ、やっぱり。ああ。10兆。それ、つけ回ってくんねんと、全部。まあ。できても大阪府民、大阪市民逃げますよ。日本国民にも来ますよ、そんなもの。そりゃそうですよ、ね、もうやめたええのに、はよな。もうでも無理ですよね、もう明らかにな、もう無理になってきたでしょ、風向き。そうですね、地震来たしな、はい、震災復興の方に金回さなあかんやな、あんなことや、なんか工業やってる場合じゃないですよね、まだ吉村諦めてないですよね、でもね。諦めてないですね。やっぱり今やりませんって言ったらね、ちょっと耐えきれないんじゃないですか。もご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 言うてるけど、もう無理ですわ、あんなもん。工業どころじゃない。これ何回言うとらうで、地震もう一発来た、もうそんな工業やってるようなレベル、だから万博、まあどこも集まってないけどな、集まってないけど、延期って一応形にするのにはええタイミングですよね、地震があったってことやからな。金だけじゃなくて、資材とか、そのね、復興とかの建設の方の人材とかも向こうにやるから、駅って言ったらね、顔は立ちますからね。顔立つわな。だから今がね、ある意味チャンスなんですけどね。うん、そっちの方が、道義的にまともやもんね。ね、うん、だって、そんな万博に資材突っ込んでる場合ちゃうもんな。ね、人おらんようになるしな。ね、うん、金もそうやけど。ね、まあ、あと、気持ち的にもそうやんな。地震起きてんのに万博なんかやってる場合ちゃうもんな。で、こっちトンカントンカンやってる間に向こう復興できてないでしょ。で、どないなってんねんって話になりますもんね。ほんでおまけの蓋開けたら10兆円超えた借金抱えてるって言ったら、もう、どうする、ね、もう、とりあえず大阪からは出ていく人多いと思いますよ。なんでこんな俺ら負担せなあかんねんっていう。もう、そろそろ、でも、うん、今そのさっき言った税金のレベルやけど、これまだまだやってきたら、やっぱ怒るでしょ、もうみんな。なんですね。じゃあもう維新なんて誰も投票せえへんようになるよな。自民党も投票なんかせえへんでしょ。もうなってるでしょ。そうですね。でも対抗馬が弱いですよね。いや、対抗馬じゃないと思う。俺も多分今年、今回次衆議院選挙あるやんか、はいはい、間違いなくな、はい。
あの個人で出てくると思うわ、もう。自民のやつらを辞めても、無所属で。はい、うん、まあ、それは絶対いいですわね。自民ってついとったら落とされるからな。はいはいはい、維新ってついとっても落とされるようになっていくからな、はい、絶対に、ね、先は。はい、もう個人でとか、あと山本太郎のところから出てくるとか。無名の個人がごっつい出てくるんちゃうかな。そうですね。ただ選挙出んの金かかりすぎんのよな。そうですね、あれがネックなんよな。だから結局みんな金集めしだすんですよね。うん、だから悪い循環なんですよね。選挙金かけたあかん、あの仕組みにしてしまった方がいいんですよね。そうやね。だから、まあ今のところハードル高いやん、選挙資金だからな。何やったっけあれ。なんか、つま、最初金積んどかないと。積まなかった。300万がなんか積まないといけないですよね。まあ300で、もう500でも何ぼでもいいけど、あとポスター代何やって、まあ1000万、はい、2000万いるわけや、はい。それは政党バックにない個人の普通の人が出てこられへんやんか。落選したらそれ取り戻すチャンスなくなりますからね。だからそれ別にそれぐらいなんともないわと思ってる人だって、事業主とか経営者でしょ、富裕層でしょ、富裕層でしょ、富裕層あんなもん出ていけやん、バカらしいで。そうですね。でしょ、ほんとやっぱりもっと庶民の気持ちがわかる普通の人らが出てこなあかんとか、ハードル下げなあかんもんな、あれ。そうですね。やっぱり逆に金使ったらあかんっていう形にせんとダメですね。な。金持ちももう貧乏人と同じ目線で選挙戦わさせてな、まあもう金ばらまかねへんようになってしまったから、まあそこはええねんけど、選挙出るのに金かからんようにせなあかんな。そうですね、もうネットだけで演説するとかな、方針とか、街頭なんかで余計金かかるもんな、ね、選挙が使ってな、わわわわ田舎しか聞いてへんでしょ、あんなもん。うるさいだけですなあ、じいさんばあさんなきゃあんな、喜んで手振ってんの、はい、で集まってんのはその応援してる人たちとか、そのしがらみがあって参加せなあかん桜ばっかりですよね。なんかええとこにほんで事務所構えたって何の意味もないしな、はい、もうネットでほんとな演説やって思い伝えてやったらいいんだよな、うん、だいぶちょっと変わるとは思うけどな、今回で。まだ日本人気づかんかな。でもやっぱ次はちょっと投票率上がったらおもろなんねんけどな。そうですね、な、まあでも、まあさっき、ゆうさんあれよ、その、税、もう俺税金払うのも嫌なってない？でもみんな、だいぶ。なってる人と、あの、今までの人と両極ですね。もう、半分諦めてる人は、もう、あ、税金はいはいみたいな感じを。ちょっと戦ってもええなって俺本気で思う時あるけどな、変なことあんまり言われたらもう。なんやねんお前らはって一体って、うん、裏金裏金ってあんなことばっかりやって、うん、あんなことやって不起訴ってあんのかなって話もな。そうですね。でトカゲの尻尾切りですもんね、会計担当者とか、ああいう人たちは秘書とかな、毎度毎度、連れて行かれて、はい、掘り込まれて、はい、で上は何も知らんと、はい、あいつらが勝手にやったと。そうです、指示はしたけどようわからん、入ってきたか入ってきてないかもようわからん、なわけないな、あんな金の亡者みたいなやつら。絶対そんなんね、報告させてチェックしてますわね。俺らが税務署に問い詰められてそんなこと言うとったらなあ、もう徹底的に調べますよ。やろう、おかしいわなこれ絶対に。あの時と似てきた金丸シーンの時と、あのっありましたね。あの時と様相をぴったり一致してますよ。株はバブってくるし、史上最高値追いかけてるでしょ、なんか気持ち悪いぐらいありますもんね、ダウも、だからなんかこう地面についてなくてふわっとなんかもう、空中戦仮想的な感じでいってるから余計怖いですよね。空中戦なんですよ、しっかりしたね、足元があればいいんですけどね、足元ないじゃないですか、あの今の上がり方って。打ち上げ花火ってこんな感じですよ、最後の。うん、もう最後って決まっきりしません？これ4万、5万、6万って言い出したら。
で、足元疲れてスコーンと落ちるんでしょ、落ちるんでしょ。もうね、わーって言ってた人はもう絶対立ち直れない。空中戦ですわ、あの NTT みたいな。うん、わーっとぶれてるところ、ガッと、さ、はい、で、そこ、あれ、新人様入ってるんですよ。ほなもう、庶民一般にもわーっていきますわね。うん、今回はな。あんな上げ方がおかしいですよ。株やってる人だとみんな分かってます。個別上がってないですもん。指数だけ勝手に上がってるんですよ。何銘柄か。うん。明らかに持ち上げてるんですよね、あれ。あれ、日経平均もあれですよね。今は、その、今と昔とちゃいますもんね、うん、銘柄はね、うん。途中から IT とか結構入れたじゃないですか。うん、だから、昔と単純比較できないですよね。うん、IT って結構、アーリー下がりが激しいじゃないですか。あの、値傘じゃないやつも入ってるんですよ。うん、で、動かしてるのにやっぱり2、30ぐらいやっていうからね、指数動かしてるのは、はいはい、うん、そこを維持くりゃどうにでもなるわけ、日銀で金入れていくだけやからね、はいはい、外人とか、はい、あんなんくっついていったら俺今回多分4万抜けてくるんじゃないかな、あの上がり方異常ですよ。でも異常ですね。ここで、ここ何日か2000ぐらいバーッ上がってるでしょもうだってそんなバブルも最高値ですってニュースで言われたって景気悪いんやるけどなみたいな。そうですね。それがおかしいやろ実態と。うん、昨日午前中製造業の会社さん行ってたんですけど、うん、きついって言ってました。きついでしょ、ね。周りもきついって言ってると。うん、ね、なんでね株価上がったりしてるか俺にはわからんって言いました。わからん人が株やってる人も言うよ。これ何なんかな一体って言って。っていう。ってことは、井口さん、でもバブルってことでしょ、うん、何の実態もないもんがスル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 上がっていってるってことでしょ、はいはいはい、これ、はい。まさにバブルですよね。ああ。そうか、でもな、不動産もバブルバブルって言う人おんねん、テレビなんかでな。うん、そんなバブってないよな。そら多少高いのは高いけど。言ってますけど、不動産の場合は、紙切りにはならないじゃないですか。物が残るじゃないですか。株と違って。手、地に足ついてるから、はい、その、30年前一回吹っ飛んで経験してるから、うん、あの時ってほら、売って買って売って買ってやんか、あれ、はい、土地を。はい、もう短期でもう買って、もうすぐスルーして。なあ、ババ抜きゲームやってるだけやんな、はい。昨日買った土地が明日売ったらなんか1億儲けたとか。はいはいはい、今違うだよ、今そんなあれではないです。なあ、結構手堅いもんな、はい。そんな無茶苦茶なことやってないけどな、不動産。はい、まあ一部タワマンとかはあるやろうけど。高いやっぱ不動産も高なってますね。高なってるな、はい、バブルの時ほどじゃないですよね。ではないですね。ないですよね。と、うん、ことはそんな加熱してるわけじゃん。株だけか。まあ金も高いけどな。製造業もしんどいんやな。だいぶ苦しんでる。苦しんでます。だから会社で株持ってるんですけど、今高いのがちょうどいいから株全部売ってまうって言ってました。バブルでいつか下がるやろう。うん、でこれからまだ上がる余地あるかもしれんけども、そんなんに付き合ってられへんって、もうプラス確定させると、まあ賢明な判断だと思います。製造業もきついけど物価の上がり方もきついしな。そうですね。まだ収まらんね。収まらないです。な収まらんね、はい。油またじわじわ上がってきたやっぱりな、はい、原油。はい、うん。ちょっとこれきついな、ほんまにインフレは強烈やな、やっぱり。まともな、何の業種がええねんな、でも。ほんま分からんわ。そうですね。まあ、サービス業とかだったら、人がおらんから売り上げ上がらんっていうケースも増えてきましたね。飲食店でも席ガラガラやのに、いっぱいですって言って、うん、人おらんから回されへんから、客を入れへん。人おらへんって、一方のにどこ行ったんやろな、人。どうなんですかね。どこ消えたんやろ、みんな。わからないですね。だからみんな、その、例えば飲食業とかを敬遠してるんちゃいますかね。うん、と思うわ。ねえ、福岡やったら行きたいけども、もう飲食はコロナとかで広めおったからいらんわとかね。うん。コロナって真っ先に人切った、やっぱ飲食とかね、宿泊業ですからね。うん。建築も現場もおらんしな、人に行く。まあ、昔でいう 3K のうちに飲食も入ってきたんかな、ほんだら。と思いますね。なあ、でも選んでる場合じゃないような時になってくると思うんだけどな、もうそろそろ。椅子の、なんか、椅子の上しが座ってなんかやってるような仕事っていうのはどうなんやろな、どんな感じの思うの、これから先。あんまいらんようになっていくやろ、ロボット入ってきたら。
そういうのはどんどんその人じゃなくて機械がこなしていくという方向にどんどんみんなしていきますかね。物価高なって人件費も高なったら絶対大手はそうしていきますんで、うん、だから中小もそれにね従ってやっていかな、あの勝ち抜いていけないんで、うん、裏金裏金って言われたらもう税金払う気もせえやな税理士としてもそうでしょ、うん、個人としては、個人としてはお前ら何やっとんねんって話、それは均等あり5300円でもかなり頭きてますから何やねんあれ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 あいつもあれほらあれあれも辞職したあの長崎のなんとか、あ谷川なんとかっていうかあのおじいアホかみたいな感じに言うた人年寄り、はい、あれも大概ひどいで80人も3万ってそんな金集めたかったんかな、なんか金がなかったら大臣になられへんっていうようなことを言うとったな、はっきりでも。と、はい、いうことはそういう世界なんかあれ。そうやと思いますね。政治家で、でも顔の面っていうのはすごい熱いな、やっぱ。そうですね。そうじゃなくてやっていけないんですよね。あの神経にはなられへん。あの西村とかビラ巻いとったからね、証で。うん。何も悪いことしてませんって、ビラ巻き。で、また批判浴びてるからな。一生懸命勉強して、西村さんって灘高出て東大法学部卒ですね、うん、ほんまのなんかもう絵に描いたような勉強できる子がああなるとなったらね、あれでも世襲じゃないですよね、違いますね、婿養子じゃないですな、はい、な婿養子入ったよね、あれな、灘大、うん、行って東大行ってもあの程度やで、ね、勉強できましたって言ってもやっぱりそういうとこ行ったらもう同じねって感じで、谷川さんと変わらないじゃないですか、いうことはね、ちょっと頭良さそうなこと言うてますけど、やってることは一緒ですもんね。あの姿見てて親勉強さそうと思うんかな、やっぱ今からの子って。あ、もう思わんよな、もう。いや、勉強さすんやったら日本じゃなくて海外やとかっていう人が増えてきてますよね、うん、そうか。もう学歴いらんけど、もうちょっと地に足つけた人間の考え方を教えたいって親が出て、学歴は終わったってもう見えるよな、あれ見てたらもう、うん、逆にあんな変な東大行くよけおかしなるんじゃんかと。あれですよね、なんか世界のなんか大学のランキングも東大ってめちゃくちゃ下がってきてるらしいよね。だから海外からしたらそういうふうにやっぱ見透かされてるんですよね、うん。インド行こうがええんちゃうんか。ああ、インドすごいですね。俺が今もう若い若くてインド行ってんな、もう。あ、うん、もう子供にも言ってるから、娘はよ、 いつインド行くねんカレー嫌やとか言うからな、インド。なんか今世界で成功してるのはインド系の人はめっちゃ多いですよね。もともと地頭はええ人多いよ、うん、でもずる賢いのもずる賢いけどな。なんか数学もなんか世界で一番あの能力高いんですよね、うん、ただ考え方はあんまりアジアっぽくないんですよ、インドって。やっぱイギリスの植民地やったから長すぎてね、やっぱ西洋の脳みそになってるんですよ、はいはい、あいつら、ちょっと違うんですよね、インドだけ。バングラデシュなんかはアジアなんですよね、あのインドだけはちょっと異様になんかもう西洋っぽい、隣のネパールなんかは日本っぽいからね、日本人にいっぱい、日本にいっぱい来てるでしょ。いっぱい来てますね。カレー屋。はいはい、あれ、ネパール人やからね、カレー屋ってのはね、インドカレー。インド人はほとんどおらんもんな、日本に。見向きもしないでしょ。みんなアメリカ行くんですか、日本行くぐらいやったらね。アメリカやろな。やったらインド行くけどな、もうすぐに。なんかインド行ったら、なんか人生観変わるって結構みんな言ってましたね、一時。西成の汚い版。なんか沐浴とかもすっごい、あれガンジス川から汚いでしょ、病気になる、うるさいしな、暑いし、でみんな密集してますしね、人も車もバイクも、まあでも今が発展してないから伸びるのは当然伸びるわな、それはもう今からやからな、インドなんて人口中国抜いてますから。抜くでしょうな、あれ。あれ見たんちゃいましたっけ、この前。いやー、まだ抜いてないんちゃう。中国なんか実際誰も分からんじゃん、何にも。まあそうですね、一人っ子政策の時とかもね、隠してたりとかして、カウントされてない。もう分からんよ、中国なんて。インドはこれから面白いと思うけどな、アフリカ大陸も面白いな。まあだからそういう、僕らみたいな何も分かってないやつ人らでも、インドやアフリカや言うてねえから、
やっぱ世界シフトしてるんでしょう。そうですね。鈴木、車の鈴木なんかもうかなり前からインドで大々的にやってますから、ね。インド、インドネシア。はい、あれすごいっすよ、はい、鈴木なんて。もう15年、はい、20年前からもう鈴木の、日本で見たことのない鈴木の車走ってるからね。はいはいはい、うん、目の付けどころですわ、ね、確かですね。何でも、うん。あんまり西洋一辺倒な。アメリカ、ヨーロッパ一辺倒だけじゃなくて、中国一辺倒じゃなくて、やっぱり東南アジアとかな、アフリカとか。まあ、いやおうなしでアフリカ伸びなしゃあないもんね、これが。そうですね。うん、いやな、若い子、夢が広がって。なんか俺らちょっと暗いよな、裏金、裏金って言ってあんなバカだけど。なんかね、何をやっとんねん、一体。片っぽは地震を受けて苦しんでて、片っぽは原発おかしなってどうしようか言うてんのに。裏金やとか減ったくれやとか、あっこまで国のこととか国民のことを露骨に考えてないっていうのは見えたらたまらなかったんじゃの、ここまで見えてんの。ないですね。なあ、思っててもちょっと取り繕ってましたね、今まではね。露骨やもんな、お前らのことなんか考えてないわっていう顔してるもんな。だから考えれるようなもう能力もないんちゃうさ、谷川さんなんてもう老化してて、そんなも言えないんですよ。ないな、ああいう人はもう定年制でもう切っていかないとダメですよ、全く役に立ってないですよ。ボケ老人な、老害でしかないです。でも入れた人が悪いんやでしょ。まあまあね、あの車の免許と一緒で何歳以上やったら1年に1回適正検査かなんかさして選挙したいんですよ。ああ、で補欠選挙してね。これからでももうどう選挙って民主主義っていうのが、ま、無理なんかな、選挙制度自体がもうそもそもが。ああ、どうなんやろ、どういうふうにしたらまともな人が出てくるんやろ、気概のあるというか侍みたいなやつが。大体と火を入れるってのはほとんどがボンクラやからそういうことになるもんな。ああ、どうしたらええんやろな。一番得要素の少ないやつが受かる。それか予備テストしますか、あの履行するときに。うーん、一般的なテストして、上から何人通しますとかっていうより下から切っていくって感じもどうかな。一回表バーン入れて、はい、少ないとこ下何人切って、今、もう一回読んで次その中でまた下何人切る、はい、一緒か。どうなったんかな。とりあえず2世3世はもうダメです。絶対やめましょう。そうやな。1代限りやな。はい、1代限りです。な、ってことは親が政治家やったら自分は政治家になられへんってことやな。はい、そういうことやな、もう。なると思うからね、その子供に継ぐためにいろんなこと、親が悪いこともして、金も蓄えて、地盤もとかっていろいろやるわけじゃないですか。そうやな。で、守りに入るっていうことになりますからね。そうなるな。二階さんも今やめへんの。息子が後継げるようになるまで踏ん張ってるんでしょ、あの人。そういうことや。あんなもう引退させないとダメですよ。まともに喋れないし、立てられない人なんですから。二世、世襲はあかんと。あと、選挙の形をどうするかやな、あれな。どうしたらいいんやろな、オープンにするにはな。小選挙区みたいなことやったらまた同じことになるもんね。こんな感じでその前にはもうとりあえず演説とも街頭はなしとダメだと。街頭禁止にしたいね。街頭禁止もううるさいし公害にもなるしと。なあ、でみんな平等に同じ制作会社とかで同じように作って、うん、みんながパソコンとかスマホで自由に見れると、うん、演説を。そうやんな。で、金ある人いろいろ細工とかしちゃうんで、うん、もう同じ予算で同じところに取ってもらって、うん、やるとな、うん、ほなもう素が見えてくるな、ずっと見てたらな、だいぶな、でそれ見てみんな書き込みとかしていってね、広がっていったら、うん、若い層のああ面白いちょっと選挙行こうとかって広がっていくでしょうし、うん、そうやな、もうそれぐらいしか無理やよな、今一番やらなあかんことって半分ぐらいの国民が票を入れてなかったらそいつらを目覚まささなあかんもんね。そうですね。だから投票率 50% 切ったらもう無効にしたらいいんですよ、もう思い切って。な、ええ、うん。今、投票行ってない人らが投票したら、もうひっくり返るからな、多分。変わります。はい。うん。はい、
そんな変な年寄りいねえねんもんな。うん、あと、公明とかきつなると思う。きついやろ、それ。そうです。低いから、ああいうね、地盤がっちりしてるところの人は当選しますけども、富裕層がわーっと行き出したら、もう埋もれてしまいますからね。うん、そう。ちょっと乱立してくるんか、なんかそれぐらい変えなあかんよな、ね、金がかからん形に、はい、うん、ほんならすごい数の立候補者出てくるでしょ、もうそれはそれでいいと思う、もう訳分からんぐらいな、宇宙の塔とかなバベルの塔とかいうやつも出てくるやろしな、訳が分からんのいっぱい出てくるやけどなまあ玉石混合で、ね、それはそれでいいと思うんですよね、なあ、で、それが今度こう一応何人かが通っていって国会で派閥じゃないけどグループ作って一つの党に決闘したいねんからね、思いがしてたらね、軍団になったいねんから、数もたんと勝たれんからね、やっぱりなんやかんやったってな、バラバラでみんな行ってそれであの政策とか合う人には固まっていって政党みたいな形になってなったいねんな、でそこを支持するっていう人はまた次の選挙とかでそこを応援するっていう、そういう形に なんかこう自民党とかなんかそういうなあれはもうね、なくしてしまうような形で行った方がいいと思います、ね、なあ、まずはバラバラでかかっていかなかったよな、たばんな、だからなんか決闘して戦おうと思って今の形じゃ無理よな、野党ってことになるもんな、そうなんですよ、で、野党仲間、点でバラバラになったら意味ないしね。野党もいっぱいあるから埋もれるじゃないですか。で、結局埋もれてしまうんで、どことどこ手組むとかってやるんですけども、またそれがね、うまいこと合わないで喧嘩したりとかするんで、余計我々からしたら引いてしまうんですよね。もう大丈夫か、ここっていう話になるんでね。だから、バラバラに出ていって、その中の今度ちっちゃい党の親分同士がやっぱり、なあ、西郷隆盛みたいなのが、なあ、おって、どしっとした親分同士が手組んで、同盟組んで、戦わなしゃあないよな、これもう。倒幕やな、これ、ほんま。幕府倒せって感じやもんな、もう、ご破産に一回しないと。もう無理やろ、これ。無理ですよ。倒幕の時代来たら、イブさん選挙出たで、次。ほんまに。あってもええと思うけどな、一回ぐらい。俺、人生一生の中の一回ぐらい選挙行くぞって。10票でも入りゃもう十分やろっていう勢いで。でもそうやってね、お金かからんで、みんなお金かからんで、一律でやるよって言われたら、ね、よし、やってみようっていう人やっぱり。出てくる、出てくる。金に綺麗なやつがな。ただ今回のこの、今裏金で、金が動かんようにさせられていってるでしょ、結局、派閥崩すってことは、企業献金できへんような形になるんですよ。はい、な、献金もらわれへん、金儲けできへんってなったら、今までのやつってもう政治家にならんのちゃう。美味しないし、値打ちもないし。どうやろ、ならんと思うんだけど、あいつは金儲けでやってるだけでしょ、あれ。まあでも、その、献金っていう形じゃなくて、あれですから、もっと汚い方向に行くんですかね。うん、だから口利きして、その自分のファミリー企業にお金入れさせて、回していくのがね。だからその旨味を消してしまわなあかんわな。旨味は消されていくと思うんですよ、今回。だから旨味なくなったら、もう出てけえへんと思うねんけどな、そういう人はもうお引き取り願ったらいいですよ。なあ、自分のことを考えて、政治家になってる人はやっぱりダメですからね。もうお引き取りくださいと。なあ。志ある人だけやってくださいと。なあ、で、あれですよね、その毎年の歳費もらうじゃないですか、それもまあちょっと少なして、で、例えば任期来た時に国民が採点してね、この人まっとうにやったって言ったら、その退職金じゃないですけども、プラスで多く出すとか少なく出すっていう、そういう査定とかしたらいいと思うんですよね。そうやな、で全然あかんかった人やったらもうゼロやと。で、この人、期待通りめちゃめちゃ頑張ったというふうにやったら、例えば1億出すとかね。ますます今までみたいなやつが出てくるようになるわな、もう。そういうやつ。そういう人は排除できますよね。もうそんな表に出されたらかないようなやつばっかりやからな。でもそれぐらいドライにしたらいいと思うんですよ。ええな。まあでもそれも、いずれは何年やけど、やっぱ国民やな。国民がまともじゃなかったら、もうなかなかそうやな。
もうここまで来たらもうちょっとこれほんま全部ごわさにせんともう無理やなこれ。そうですね。うん。なってきたな。ハイペースでしょ今。今ね派閥でも揉めてますけど、もう一波乱も二波乱もあるかもしれないですね。うん、麻生さんはね解散せんへん言ってますし、ね、うん、茂木さんもぐにゃぐにゃ言ってますし、うん、まあだもっとドロドロしたらもっと出すんだろうかな、裏でもっとなんかいろんなこうやり取りあるんでしょうねあれね、うん、内閣官房機密費とかいうのはあれも言い出したもんな、あんな村がねあってんな、裏帳簿みたいな、あれ官房長官が握ってますよね、給料書なしで渡してますよね、使い道自由やねん、あんのそんなことある昔からあります、税金やで、選挙費に使ってんやろな、本当はねその表に出したらまずいその国際間の例えばロシアの情報を得るために何か使ったとかね、そういうのは表に出してしまうと具合悪いんでっていうそういうあれやったんですけどね、そもそも、ね、そんな方には見えんけどな、この前あの長谷さんが暴露したじゃないですか、うん、あのオリンピックの招致で1人やったり20万ぐらいのアルバム、うん、あれ官房長官が機密費から手渡された言うて、うん、言っちゃったあの人石川家やったっけ、石川です、だからやられたからあれ、あの地震の前にやられたんですよ彼、だから地震で助かってるんですよ彼、あ叩かれてるのは地震の対応になったんで、みんなもうそんな言ってるあれがなくなったんで、うん、今何も言われてないんですけど自信の前ですよ、あれ言っちゃった。あれ、ポロッと言ったら、アホですよ。ここだけの話で、そんな、ねえ、会合で言ったら。やっぱプロレスラーなのかな、やっぱり。完全にアホですよ。そりゃ、ねえ、菅さんとかめっちゃ怒ってると思いますよ。うん、何言うとんねん、お前みたいな形で。ポロポロ、田中真紀子も言い出すしな、やっぱな、ああいうこと、まあ、もっと出てくんねやろ。なんかいっぱいあんねやな、裏帳簿が。いやーこれ金丸信よりすごなるって言うからの金丸も大概やったけどな、金丸さんは名前もそうですけど顔つきもねすごかったですからね、家入ったら家宅捜索で金塊出てきたって言うかなあれ金丸さすがですね、田中学園も何でしたっけ、池で泳いでる鯉が何億するとか言われてましたもんね、うんうん、金丸なあ、あの当時とよう似てるわ、リクルート、あの時何やった、阪神淡路かなあと、であれやな、オウムやね、なんかまたいっぱい出てくるんだよなこれ、オウムみたいなやつも、なんか次から次へと降ってくるんだよなと思って、あでも君とかもね何十年か経ったらオープンにするとかなんかそんなん、アメリカなんかそうなんやけどな、ね、日本はずっと伏せたもんな、うん、お蔵入りやもんな、でもアメリカもあのケネディ大統領なんか暗殺されたのなんか、うん、何年か経ったら公表するって言って一向にそういう気配ないですね、してますね、してますけど一部出てこないもんがある、一番肝心な部分が、うん、まあでも大型筋はついてますよ、もうやって大体わかるじゃないですか、やっぱドルですよねあれ、今回トランプは消されへんかったらもうあれですよ、4月ぐらいに出てくるって話になってますけどね、あそうです、うん、もう2ヶ月ですよ、あ大統領選挙ないと思うんですよ、うん、もう待ったなしだと思うんですよアメリカ、うん、もうだから2020があれ不正選挙やっていうことで出てくると思うもん、うん、あの時はもうあれは不正選挙でしたと、本当はトランプでしたっていうことで出てくるんちゃうかな今回は、もうで戒厳令やと思います、やっぱ出てきた時はやっぱ、うん、11月まで待たれへんと思うもういや中東のあの調子見てたらもう待たれへんと思うわ、もうあれ止めるのトランプしかおらんのってね、うん、金を止めるってことですからね、そうですね、でもバイデンさんもそうですしトランプさんも結構高齢ですよねもうちょっと若い人でいないですかね、つなぎやな一旦は。だって6年持たないですよ。まあなあ。トランプさん77かなんかでしょ、6年激務をこなせるかって言ったら。アメリカって言うたって、あれぐらい腰の座ったやつおらんで、今もうアメリカも若いの。でもバイデンさんぐらいからバンと上がったじゃないですか、年齢が。今までそこまで高齢の人と大統領やってないじゃないですか。
だからもうアメリカでももう出て育ってないんでしょうね、その下の層は。いやだから江口さんが言ったらその世襲がダメ、あれも世襲やからね、アメリカも、はい、ブッシュもそうやし、そうですね、だから政治家が出てきたってもう無理なんですよ、うん、結局は。だからトランプなんですよ、うん、あれ政治家じゃうでしょ、工業士やからね、うん、不動産屋の田中角栄みたいなもんじゃないですか、はい、どっちかやったら、はい、日本もだからあれが出てこんと無理なんですわ、うん、国変わらんよ、あんなもう普通そこらの政治家が出てきたって思わん、うん、うん、もう官僚ひっくり返す勢いの土建屋みたいなおっさんが出てこなあかんでしょ、やっぱ、うん、俺の言うこと聞けみたいな、な、うん、がトランプじゃないですか。世界的にその流れですよ、プーチンもそうやし、うん、引っ張っていくやつがいりますわ、やっぱどうやっても。そうですね、うにゃ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 言うてんだよ確かに。次だからどうなんやろ、うん、日本どうなんやろな、3、4年後のええな、ような生まれ変わった時はなんかちょっともう飛んだようなやつが出てくるんじゃろうかな。それの方がいいかもしれないですね、うん、ちょっとそれで財務省プラスマイナスでニュートラルにして、もう財務省ぶっ潰すって言って腹巻き巻いて出てくるようなおっさんが出てこなあかんじゃん、土下屋のお茶みたいな、土下屋の鉢巻き巻いてな、もうでも飾りじゃないですか実際、はいはい、うん、その人の勢いと雰囲気だけあったら下は動きませんな、はい、トラック、はい、上がなんかするわけちゃうもんね、はい、やっぱ引っ張っていくとはちょっと世の中ぶっ潰すぞっていう勢いのやつが出てこんと、国民若い子が盛り上がらんのちゃうから、若い子元気になるでしょそんなん出てきたら、そうですね、うん、もう厚生省もいらん、財務省もいらん経済産業省そんなもん買いたいじゃん、お前事務次官はお前こっち行け、お前はこっちやみたいなね、そうそう、もう適材適所で俺が買えるみたいなそう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 、あと裁判官もな、うん、そんなカチカチの頭じゃいかん、お前クビぐらいやってちょうどええんちゃうかな、うん、そうですね、ショック療法っていうかな、うん、それぐらい許したら変えられないと思う、うん、もう、うん、さあどっから出てくるかやな、今回地方から出てくるんやな、そんなんが、そうですね、うん、意外とそんなん出てくるのって九州なんやけどな、いつも、ああ、まあ気質がね、福岡なんか結構出てくるだな、うん、熊本とかな、あこの辺が鹿児島とかも、ね、出てくるな、なんでか知らんけど九州なんよな、はい、ああいうのは、はい、うん、殴り込みかけてくるから東北の人はちょっとおとなしいでしょ、そうですね、引き気味というかな、はい、うん、控えめ、はい、大阪とか東京とかの人は自分のことしか考えてないからね、はいはい、やっぱ九州から出てきてくれんと、はい、そうです鹿児島なんかええと思う俺、うん、